富井先生、はい、声ちっちゃおはようございます。おはようございます。沖縄すごいですね。晴れですね。晴れましたね。ここはどこですか？ここは、宮平智先生の道場in 沖縄に来てしまいました。沖縄のどこですか？沖縄のどこですかね。ここ浦添市。浦添市京塚ですね。初めて来ました。昨日ですね、はい、稽古に参加させていただいて、はいはい、どうでした？ボロボロです。あざもできたみたいでまあそうですね、はいはい、いくつかあの印をつけていただいて、はい、自分でツボが分かるように。ツボが分かるようにね、はい、やっぱりツボが良かったですね。健康になったじゃないですか。そっち、はい、今日は昨日に引き続きですね、はい、宮平先生に稽古をつけていただけるということで、はい、今の気持ちはワクワクと同時に、恐怖心が徐々に押し寄せてきました。まあ、得意の、ね、後ろ蹴りもあの見せて機会があるかもしれませんね。なんで得意っていうことになってるんですかね。得意じゃないんですか？練習してない割に得意です。稽古しない割に得意ということで、はい、今日は楽しくやりましょう。はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。金沢日和の出稽古シリーズ中国武術編、いよいよスタート。日和先生、ついに憧れのですね、剣道圏中国武術館に来ましたね。来てしまいましたって言ったらおかしいですけど、連れてこられましたみたいな、はい、で昨日はね、もう本当に慌ただしくというか、はい、初めてまあ、稽古に参加させてもらって、はい、まあ、あの周りの状況とかを、はい、あのこの道場の、ね、中とかをちゃんと見る時間がなかったと思うの で、ね、余裕がなかったので、ちょっといろいろ見渡してみるところ、はい、いや写真があったり武器があったりなんです。武器がたくさんあるって、ちょっと宮平先生にいろいろ聞いてみてください。はい、ファイル。どの写真が一番古いですかね。創設古い、はい、そうですね、古い写真だと一番上あたりの写真、まあ、真ん中か、あと左下の、まあ、飛び蹴りをやってる写真とか古いかもしれません。一番上の真ん中はどういった状態、状況ですか？私が、そうですね、1984年頃、はい、つまり中国に武術で、こう学びに行ってた時代の写真です。はい、じゃん、はい、飛んでらっしゃるんです。そうですね。あの刀を持ってますね。はい、刀を持ってらっしゃる。その反動で切るという動作なんですけど、あと下が85年ぐらいで、まあ友人と、はい、あの飛び蹴りをやってる側がですね。あんなに綺麗に足が伸びる。はい、美しい。いや、今日も日和さんにこの飛び蹴りにチャレンジっていう。そうですね。そうですね。いやいや。そのつもりは。うん、そうですね、そういった感じの写真です。宮平先生、金沢日和さんのおじいさんの金沢博和先生にお会いしたことがあるというふうに聞きましたけれども、はいはい、どんな、せっかくなんで、はい、びっくりじゃん、はい、びっくりです。ちょっとお話をしていただくというと、はい、ちょっとこう振り返って考えてみますと、1998年に沖縄県で国際武道祭もしくは世界空手道選手権大会というのがありまして、はい、でそこで私もまあ、招待演舞といいますかこう参加して、その際に金沢博和先生もいらしてたんですね。まあ、もちろん僕の方は博和先生は著名な先生ですので、存じていましたの で、はい、でそれで演舞をなさって、でその大会終了後のいわゆる打ち上げパーティーといいますか、はい、それで博和先生の方に、私の方から「あの宮平と申します」ということで挨拶させて、はい、少し会話をしたことがあります。で、はい、金沢先生は今日、まあ、私がやりました太極拳のこう分解ですかね、はい、そういったのもやりましたけど、初めてそういうやり方は拝見しましたという、はい、お言葉をいただきましたね。はい、1998年とか、私が生まれた頃だから25年前、はい、25年前です。はい、おそらく日和先生が1歳ぐらい
その時に一度お会いしてますね。はい、そういう縁がありましたね。ありましたね。孫娘がね、こうやって、ね、あ、そうですね、平先生に会うというのは、はい、広川先生もなんか嬉しいんじゃないですかね。そうですね、喜んでると思います。そうですね、非常に印象残ってますね。スラッとされて、まあ、非常に穏やかな、はい、表情で、あ、はい、まあ、当時僕は30、計算するとおそらく34だと思うんですけど、34の若い、まだ、まあ、当時こうごつかったんですけどね、僕はごつ、はい、あの、そういう若い若手武術家に、まあ、優しく声かけているので、いろいろお話しさせてもらいましたね。はい、嬉しさが嬉しい。そう考えると25年後にこうやって、まあ、そうですね、お会いしてると面白いですね。もうしかもね、ちょうど生まれたばっかり頃ですもんね。はい、1歳ですよね。そんなですね。あの、日和先生は宮平先生のことは黒帯ワールドで知ったんですか？はい、黒帯ワールドの、まあ、YouTube の動画だったりとか、あの、DVD で拝見させていただいて、あの、もうあれ、すごい先生方が皆さん宮平先生の技はもう何かが違うっていうふうにおっしゃってるのを聞いて、お会いできるのであればお会いしたいなっていうふうにお願いして、今回機会をいただきました。あの、宮平先生、昨日、はい、日和先生、はい、まあ、いきなりというか、パッと稽古に参加させてもらって、はいはい、ね、脱力でのこう背中を打ちとか、いろいろ体験してもらいましたけど、宮平先生、ご覧になって、昨日の日和先生の印象はどのような感じですか？やはりさすがだと思いましたよ。はい、そうですね、あの、背中をこう思い切ってバチンと打ち合う、あの、稽古は、あの、体験の方であったり、まあ、多少の武道経験の方もこちらへ来た時に体験するんですけど、非常にやっぱり怖がるんですよね。その点、日和先生は自ら、はい、ぜひ思い切って打ってくださいというような、もうさすがだなと思いましたね。あと、日和先生が打つ打撃のやり方もやはり、なんて言いますか、まあ、脱力というか、そういったのの飲み込みがやはり素晴らしくて、非常にいい音がこう出てましたね。結構うなずかれてましたね。はい、はい、本当ですか、嬉しいです。ひょうり先生どうでした、昨日さまざまな、はい、あの、講座を、しかも、もう全てが新鮮で、はい、まあ、あの、背中打たれるのも、まあ、実際内心はものすごく怖かったですけどとか、あと、まあ、剣とかは、あの、普段持って稽古しないので、もう持ってこうどうしたらいいんだろうっていうところから、何をどうしたらいいんだろうっていうところから始まるのが、まあ、新鮮なのというか、結構頭も使って、そうですね。日和先生のね、相手をしてくれた小平春樹さんはまだ23歳ということで驚きました。23歳であの技量というのはどうですか？はい、びっくりです。いや、私より年下の方だとは思わなかったんで、あの、ちょっと落ち着いてらっしゃるという貫禄というかがあって、的確にこうアドバイスいただいたりとかしたので、いや、今後が怖いですね。怖いですね。どんな月力になっちゃうか。金沢日和の出稽古シリーズ中国武術編、次回は八極拳、お楽しみに。宮平保先生の思想と技術が学べるオンライン道場、会員募集中。天行拳中国武術館では、福岡分館と埼玉セミナーでも参加者募集中。あなたも中国武術やってみませんか？Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。